お疲れ様です。今日はこちら新鋭隊もじゃもじゃデッキやっていきます。さあ、新鋭隊プラス進化バレルというね、戦術がね、新たに登場しましたんで、早速やっていこうと思います。まあ、そのプリンセスタワーが帰ってきたことによって、まあ、進化バレルが普通に強くなりましたね。はい。そして、まあ、新鋭隊で両サイド竹取って、まあ、両サイバレル行くと、ほんとどっちが本命なのみたいなね、マジで綺麗な両サイ攻めが完成するというわけで、やっていこうと思います。なんだかんだなかったかな、なんだかんだなかった戦術な気がします。はい。で、なんか中身はホバリングやマザネクとか、なんかファイーボック活的なね、はい、まあ、厄介な組み合わせかなというわけで、あんまり、あ、これでもワンチャン届く。あー、惜しいな、惜しいね。でまあ、ここ最近は新鋭隊ロイホグよりはもう新鋭隊バレルの方がね、使われてますね。で、一応なんかゴブリンバレルとかはギャングでも守れるよっていう感じね。おー、スパーキーか。まあ、普通にバレル飛ばしてね、まあシンプルな枯渇デッキで強感は出しながら。いやー、やだなー、虫。まあ、守れるかなー、檻咲いてるんでね、ちょっと怖いよね。まあでも、新鋭隊で止まってくれ。祈りながら。で、舞台になれ。オッケーオッケー。やめて、やめて。怖い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 。耐えてる耐えてる耐えてる。いやー、マジ。いや、これ、範囲にさ、タワーまで入るとかないよな。よかった、ちょうどいい。かつ、新鋭隊あるある。守ってる間に、逆サイドが勝手にね、ダメージ入るやつですね。いや、でかっ。正直2倍タイムは守れると思うんですよ。オバリングもマザリングもゴブリン乗りも深淵隊持っていけるんで、1倍タイムさえね、乗り切ればいいんですけど、その1倍も今耐えれてるんで、もうバレルいっちゃおうかな。ちょっとうざいよ、バレル。いや、完全、あ、無視はしないと。しかもこのダイナマイトゴブリンもうざいかんな。ホバもうざいよ。入るよ。いいね。行っちゃってもいい気もするが、いやー、さすがに、新鋭隊はね、自陣で使うのが強いんでね。で、俺は、守るか。守れば勝ちっすね。ちなみに。相手の呪文はヤナアメリーチでしたね。いやー、進化バレル行っちゃいたいが、いやー、マジ、頑張って守ろう。いや、これダイナマイトコブリ熱い。よしよしよし、で、マザリンク？まんま。やばい。待って、やばい。強すぎるだろ、それ。え、待って。ママのおかげで一回耐えた。待って、これダイナマイトゴブリン。死ね。死ねとか言っちゃって、やばい。マジ、ダイナマイトゴブリン大好きすぎる。これの、お、バレル6体受け。あ、キャ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 。あぶねえ。ちょっと待って。ダイナマイトゴブリン。さては熱いか。完全なる生贄よね。いや、でもあれ突破されちゃうんだな。檻親衛隊とかいっぱいいてね。いや、でもいいね。さあ、守ることもできますよと。まあ、単純に親衛隊ホバ進化バレルとかできたらそれだけで止まんなそうだけど、まあそこに至るまでもちょっと長えか。まあ、檻とか置いとくか。で、まあ、バレル進化を回したいな。ええー、流行りまさかの流行り説ある、これ。めんどいね。いや、これまた無視もあるな。いや、でかい。対応してもらえたことに価値があります。で、マザネクからの、まあ、親衛隊かな。自陣で。マジできつい。これだけで強いかんな。いや、でも、新鋭隊優秀だね。さあ、耐えまして。まあ、ギャングは行かれちゃうかな。ジャイスパね。なんか今日スパーキー多めね。まあ、これ、この辺のプリンスで、オリデか。逆サイも攻撃してくんねえかな。死ねえわ。そっち？俺今右に行くと思ったな。まあいいか。
さあさあさあ、ナイトジャイスパーキー、ナイトジャイスパーキー、ダイナマイトゴブリンもいたな。ダイナマイトゴブリン嫌だな。いやこれまあ新エタ行っちゃうっていう未来もあるっすけどね。あーさよならかわいそう。いやー頑張れば守れそうだな。うん、でボイドだったのってことはホバちょっと強いか。イザードやばい、ハゲんねこれ。やばいごめん寄せちゃった普通に。いやーマジでそれだけで強い。えぐっ、なんだこの形、組み組みデッキは。頑張れ。いやでけえ、いいよ。いやほんとはここでね親愛隊とかいけたら強そうだけど、これだけでも無駄そう。いやウィザードが良すぎる。いや両サイになったのでかい。ボイドあったな。いやこれ檻強えな。いやまあ耐えた方じゃない。いやマジでこれ終わったわ。深海サード来てさ形クミクミされて終わる。てか、あばあ強くね。いやー、ウィザードのね、処理がね、痛かったな。もう、エリゴレと同じような怖さを感じたよな。ユニット仕事いたもんな。お、これ、近畿できるよ。やばい。おい、クロスかな。でもこんなしてくんの。ああクロスや。はい、まあまあまあ新エタやりますかね私は。でファイボを使ってホバもあるが、まあホバはファイボでバレルはウッドでいかれるっていう結構悲しくもあるか。あんま新エタ自分から展開しない方がいい気もするが、なんか行っても良さそうだよな。でウッドを使ったところでもうバレル飛ばしちゃうみたいな。いやーまあまあまあいい、入ってる入ってる入ってるからの、えこれ右うざいね。ウッド使うんじゃね。ファイボ防衛もあるか。いやいいよこの初見殺し感ね。まあ、問題はこっからかこっからでも全然きついな。まあ、一旦耐えればか。親衛隊のサイクルは少しだけ重たいんでね俺。まあホバリングで夢つかめそうでもあるけど、こんな感じでなんかきつそうじゃね。えでかい、え神アラミよ。ホバも入るしダイナマイトも入る。熱っまあ相手が攻めすぎだっただけなんだけどな。え、まず。ギャングのあなたのエイムに。あ、終わった。え、待って、神。キング起動しとるやん、俺。そういえば。でかすぎる、それ。って相手ウッド使ったやん。いやー、いいや、アーチャーや。え、どうも、無駄になれ。え、このファイバーはさすがに。さすがにグッドゲームのファイボってことですよね。後ろから行っちゃう。いや普通にさこの進化バレル俺回ったこれだけで強いよな。でセパレートしてさ、えこれ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 が理想のね戦いたい攻めで、新鋭隊も来てホバもダイナマイトもねマザニコも来て、しかもどっちが本物か分かんないっていう、
いやこの形を組むことができれば、まあ、最強だとは思うんですけどまあウィザードとか引いたらだいぶ苦しいっていうね。クロスに勝てんのでけえな。しかもファイボだったしな。え、ありがとうじゃない。ジャイスキラかな。見た目はバルキリー姉さんや。やべ、豚かわいそうすぎる。いや、わかんないな。バルキリースケブヤナアメか。でもこれなんかちょっと親衛隊がきつそうなサイクルじゃない。ファルチとかやめてほしいな。おお、なるほど。これセパって、いや、コウモリちょっと突破できるぞ、このやりこぶで。からのね、なんか呪文使ってくれたらバレル飛ばしたいが、普通に苦しそう。いや、なんか最近さ、親衛隊強いんだよな、やっぱ。なんかね、普通に止まんねえよな。親衛隊プラス、まあなんだろうね、なんか来るだけで結構厄介なイメージある。体力多ない？親衛隊そんなことないかな。いやー、これでかい。ダイナマイトゴブリンの爆破でコウモリもさよならしつつする。うい、強っ。バルキリーサイだぞこれ。ギャングケツからのハシマイ親衛隊でスケルトン部隊用にマザネク出してグッドゲームある。え、てか本当に本当に俺マザネクさっき使ったよな。使ったよね。で、今んとこなんか範囲攻撃系のキャラもいないんで、もう組んじゃう形。しかも進化バレルだ。あ、バルキリーいたか。これでもちょっときつくね、相手してん。うざいよ。いや、でもそれもまた嫌だね。いや、スケブいたんでちょっと待つか。延命してあげて。やばい、なんか吸引力。え、これ強い。左を本命にして右もちょっと相手して無視できない。え、しかも無駄になってる。やばい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 。え、意外と止まっちゃったな。なんで。でも相手そんなエリクサないやろ、知らんけど。で、この真ん中ら辺にね、オバとかマザネクとか出してきゃなんか勝手にいい感じになるんで。はいはい。ね、からの右側もね、よし、さあナイスー。結構チンパンだなこれなんか適当に形組むとね、それだけで強いです。まあバレルを最初に割くかどうかがちょっと悩みどこではあるよな。親衛隊にウッドを使わせた方が期待値はありそうだけど、美味しいね。ザップね。あー、ラバか。ラバまずいね。まあマザネク許容。スケドラいるかな、さすがに。まあ行っちゃわないと始まんないよなっていう話。ボイドやめてくれ、ほんとに。ヤナメもあんま使いたくねえな。いや、使うかこれは。あ、まあでも意外と俺のダメージも入っている。で、ボイドザップか。まあバルキリーさえ裂いた後だったらほぼ確でバレルが刺さるよと。いやー、難しいなーこれ。バルキリーカンプあんの嫌すぎるなー。ザップもあるもんな。スキドラもだるいしな。いや、まあ普通にこのバレル強いな。ボイドだったんで、
これ許容あるな。え、うますぎんそれ。そんな感じになるの。いやでも両サイ強い。ホバホバもうちょっとやれよ。え、待ってこれやばい、噛みすぎるかも。うわー、いやでもいい、ギャングも入る。え、やっぱ進化バレルちょっと壊れ領域にないっすかこれ。進化の中でもトップレベルに強ない。超過変わったくね、さすがにね。ダガー消えて、ダガーいなくなるだけでね、こんななんか強かったっけっていう気もする。さあいいね、止まんないよな。普通に1回の攻めで2倍攻めれてるもんな。相手だって2倍守んなきゃいけないんでね、そこによりコスト使わせられる。次よ、この戦術めちゃ強くね。なんか形組んだけど事故るやん。うわ、でもダガーや、ダガーいんのか。まだ俺納得いってないんだよな、ダガーガールがまだ息してることに。どう考えてもジャイとかラバ引いたら負けるのにさ、なんかウォールブレーカーとか枯渇にだけちょっと得しようとしてるこの感じ、俺はね許せないんだよな。マジきついよ。え、ドバン、え、いやマジきつい、普通に許せないけどマジできつい。全てに弱いのにさ、この枯渇系にだけ刺さるからっていう理由で許せない。ダガーガール明らかに弱いのに実は強いのか。いや明らかに弱いんだよな。ブラスターならわかるんですけど、今のダガーはもうジャイ、ゴブジャイ引いたら終わっちゃう。もう許さない。いやーもう安すぎる。ギャングもいる。まあバレルってやらめってもいいけどね、エリポンに。きつーい。まあ勝負の鍵を握るのはもうマザネクだろうな。ちょっと美味しいな。なんか勝手にダメージは入っている。いやだが絶対弱いよな、こう見ると何もしてねえもんな俺。いやジャイスパね、耐えればいいかな。いやこのニコスも美味しいな、ニヤドだな。いやエニット咲きまくるしかねえか。一旦ね、耐えのサイクルね。ゴブリン残れ、一旦耐えまして、耐えまして、耐えましての流れですね私は今。いやめっちゃいい許容してるわ。ダイナメトゴブリン、ちょっとあんま、やばい。やばい。お前、ふざけんな。悪くはねえんだよな、君は。頑張ってんだよな。何が悪いって。スケキンが悪いんだよな。いけ。豚。逃げろ、逃げろ。熱いか。
こういう世界もあったり。ちょっとだけ。地獄の耐えしてる。正直もう右でも左でも何でもいい。ダメージ入ってくれ。いや一生量いてる。危ねえ。もう怖すぎるだろ。やば。大変よく守れました。さあ海外プロウォルス、プロ選手にも通用するのでしょうか。新戦術、はい、親衛隊バレル。いやー早く親衛隊出したいな。おお、君もスケキン？まあ、ロイジャイかな。別にスケキン自体そんな流行ってないかんな。ウォレスはロイジャイ使いなんでね。あー、いや、わからんが、めっちゃロイジャイっぽい匂いはしてる。嘘って言って、フフ、エリゴレだよそれ。それエリゴレって言うねんな。嫌すぎる。フフフ、オレスがエリゴレ使ってんの嫌すぎるが、ちょっと刺さってる。フフフ、親衛隊ちょっと刺さってるぞ。いやーこれまあまあ出してもよかったな。いやこれやべえ、ぐっちゃぐちゃにされそう。進化ウィザードグロくね。進化ウィザードマジでまずいわ。ボイド防衛おもろすぎんな。いやエリゴレスケキンウィザードレイジをさ守れんのこれ。やばすぎる。努力はするがそれだけで終わりそうだな。いやでかいか。左もうざいぞこの量よ。まああれはねもう無理なんですけど、なんかワンチャン事故んねえかなっつって。いや強いよウィザード。いやでも耐えれん檻で。まじあのウィザードだけ、ウィザードだけどうにかできれば。なんかウォルスプレイ怪しくね。エリゴレ使うとみんなプレイ怪しくなるのかな。呪音が怪しいんだけど。さあ海外プロもエリゴレを使うとちょっと怪しくなるらしい。え、でかっ。意外と止まっちゃったっすね。さあそしてお次はフェノファイナルホームか。今季ゴブジャイ使ってたイメージあるな。ゴブジャイプリプリだったかな。プリンスが強いんだよな。あーそうっすね。で、ヤナメボイドレイジだったかな。流行ってるやつは。これ爆破でいけえな。いやー言うて相手これさー、あーそれ強えな。いやでも結構入るよな。
ね、これ左サイドだったかな。インチキプリンスや、インチキダックプリンも来る。いやまあこれはダメージ交換的に勝ってるから許せるか。さあ一枚タイムちょっとプリンス系の受けが少ないんで、まあ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 、まあ、にしてもこのダメージ交換はでけえな。いやこの黒人さ普通にカウンターで GG じゃね。そんなことないかな。ウィザードとかがいたわけでもないもん、ね、まあフェニーか。いや美味しすぎるか。いやまあ問題はこっからやな。耐えれるかな。いや斜めボイドレイジね。え、なんかいなくなったんやけど、なんでなんでゴブジェの背中であんな溶ける。いやー唯一探したいな、ここで。いやマジで耐えれそう。でかい豚。おぶね、マジで緊急で耐えた。いやでもこれ耐えれねんで。ワンちゃんうっ、やめて、許されるー。あぶね、殴り合いすぎだろ。全然守れんや。さあというわけで新戦術ね、新鋭対進化バレルね。まあなんか新鋭隊自体も今結構強い気がするんで、まあバレルも強いんでね、はい、個人的にはだいぶ輝ける戦術なんじゃないかなと思ってます。はい、皆さんもよければ真似してみてください。チャンネル高評価もお願いします。お過ごし様に。